はい、というわけで本日もよろしくお願いいたします。何しようか。全然戻ってきてないし。はい、ジョーカーさんいらっしゃい。何しよっかな。タルコフって今できないの？あと40分。マジ？別にランチャー何も書いてなかったけどな。マジで、ちょっと待って、タルゴ風の公式のツイッター。どうなんやろ、やってみようか。わからんわ。あと50分でサーバーがシャットダウンされますって出てきて マジか。おい。
あー使う系ですか。お当たりじゃん。当たりじゃん。ホワイトさんいらっしゃい。ガチャがやばい。あ、原神今日あれかガチャか。そうか。マジか。いや、わからん。たまにあるからな。ツイッター見たけど、今誰もそういうのないね。ひょっとしたらひょっとしてそういうのもあるかもしれんな。それホワイトさん貫突目指してガチャやってるってこと？ひょっとして、それともまだ一体も出てないっていうこと？3回転以上まで連れてくるむちゃしやがって、マジか。つら、そういうのあるからガチャ怖いよな。辛いな。辛いどころじゃないよな。やばいよな、マジで。いつもならもう二突を知るぞ。ああ、悲しみ、マジで。これからでも巻き返し、期待しております。
あんま無茶しないようにね、本当に。さあ、つわけで、エイムリンも何もしてないまま、やばいんですけど。とりあえず行ってみましょう。さてさて、やべ、なんもねえ。やべえ、なんもねえ。やべえ、なんもねえ。ミルク今安いんだよな。誰も来なかったなぁ。バグかもね。どうしようかな。三連の方に行ってみるか。そっち側にスカブが。
シュタさんおるんやけども敵もおる。あーはーん、左からも撃たれたな。シュターマにやられたのか今俺は。シュターマにやられたのか。はしくったな。4、3、3の、あ、でも2つあるか。インリーダー外れちゃったしな。せっかく久しぶりにシュターマンに会えたのにな、もったいないことしたな今。セットももうないのか。いやー、グレー投げればよかった。だったかな。もったいないことしたな今の。あ。
そうだ、買わんでもこれ帰ってきてたな。しくった。いやー、今のはもったいないことしたなー。いや、ほんと今のはもったいないことしたなー。もうワセリンゲッチュできたからいっか。いや、久しぶりのシュタワーマン。はぁ、久しぶりだったのに。久しぶりに会えたのに。あ、ごめん、BGM つけるの忘れてたわ。マジか。でもあれ、後ろからシュターマンじゃないやつ走ってきてたんだよな、多分プレイヤーだと思うんだけど。あれ、シュターマンだったのかな。一瞬プレイヤーに見えたんだけどな。ネットかぶってる。どの道死んでたんだ。ここどこだ。
ちょっとスカボ降りてくる前に。関連漁ってしまいたいな。やべ、ちょっと暗いすぎた。シュタさんどっかにおるわ。おじょいらっしゃい。多分ね、向こうに下さんおる。ただもう出血が。中出血起こしたら終わるな。あれは普通のスカブ。ああ、これもう下さん倒されてるな、多分。おーい、
きっつ。あれ下さんどこやっけ。あるあるないマジか。よし帰ろう。取り巻きのあれ見たかったけどな。もう今更戻るのはちょっと怖いよな。855か、マジか。24、アーマー24。ガールニック、どうしよう。とりあえずここでチョキチョキしていくか。
はい、つわけでごめん、ちょっとバタバタしてまして、改めてお嬢、コンパゲいらっしゃい。ちょっとね、もう一箇所当たりたいね、これ。これで欲を出すと負けるんだよな。知ってるんだよな。こうやって欲を出すと負けるんだよね。いやー、取り巻き漁りたいな。でももう今から行くの怖いな。帰ろう。あるあるなかったけどしょうがね。タさんやれたし、いっか。よいしょ。来れた。シターマンの鍵がめっちゃ溜まっていくんやけど、どうしよう。どうしようこれ。全然何も返ってこねえじゃねえかよ。850か。これ多分 PS でしょ。はっ、金が、はっ、金が、やばい。
とりあえずアイスありがとうございます。とりあえずアイス入りました、ありがとうございます。ちょっと待ってね。これが195、おお、いいね。195か。何歩で出そう。何歩で売る ?4 万6000円で売れるから。まあでも、プラスか、全然プラスか。89。100が出てないから。9万2000円で100の100が出てるから、8万8000円ぐらい出しとくか。ついでにこいつも。いや、まあ、あれだね。今日開始早々シュターマンにやられて、2回目でシュターマン倒してっていう、なかなかいい感じの流れなんじゃないでしょうか。これはこうか。もうちょい使うか。これどうしようかな。12万でしょう。うろか。12万9800円。チョコレートはね、そこ縫い付くんやな、こいつ。31,000円買い取ってくんねえのか、これ。
39ドル。1万4000円。いるか。あ、そっか、こいつら持ったんや。忘れてた。すっかり忘れてた、こいつらのこと。イコル肉がね、もうパンパンなんですよ。8でしょう。まあ、上にはな、多分。7000円か。2万4000円まで下がっている。2万6000円か。えらい安くなったな。ってことで、やっぱり。これいくらで売ってんだろう、これ。店売り。店売りいくら？店売りが39,300円か。じゃあ。整理しないとお金ないもんで。よし。
30、30、30、4、5、6、7、8の。オッケー。見ますか。RR はなかったけれど、まあラボ金を持ってあったし、美味しい美味しいでした。ちょっとスカボをじっくり狙いすぎる感があるよな、マジで。特にやっぱ取り巻きに関しては、もうちょっとちゃんと処理しないとな。だから回復に時間かかって出遅れてシュターマン倒せないっていうタイミングもあると思うから、でも出ちゃうんだよな。ダメだね、俺のマルチド来ないね。やべって思った時に引けないっていうね、ここがダメだよな。打ち続けちゃうっていう、
あ、レコーさんいらっしゃい。揚げパンは、マッチングオンラインへと突入しております。マッチングオンラインへと突入しておりますが、いかがお過ごしでしょうか、皆様。今日はなかなか過ごしやすい日でしたな。このいきなりの寒暖差ってさ、やばいよな、マジで。風邪ひくよな。まだなんか湿度がそこそこあったから寒いとまではいかなかったけど。こっちまだ暑いや。マジか。なかなか今日は過ごしやすい日、一日でしたな。やばいよ、やばいよ。あ、おじゃお帰りなさい。お疲れ様です。今日も一応配信するんやろ？オッケー。そしたら、今日の配信までには終わろうかな。YouTube の方を。とりあえずページ貼っときます。もしよかったら皆さんよろしくお願いします。もしよかったらね、チャンネル登録もよろしくお願いします。そんなに同説稼げる人間じゃねえから宣伝してはあんま意味ねえと思うんだけど、ごめんな、マッチングしねえな。これはジョーカーさんの言ってたこと当たった説ないか、これ。いや、俺こんなことしかできねえから、本当に申し訳ねえ。おい、これジョーカー言うてたこと当たってんじゃねえか、ひょっとして。全然マッチングしないんだが。
15分マッチング中だったら多分何かしらがあったと思う。ということで、マッチ。大体でも長くても12、3分でマッチングはするんだよな。打つで誰も合わなかった打つはね、結構ね、もう漁るポジションが決まってるからね。そこ漁られてたらもうなんかあんまりうまみないんよな、このマップ。タスクやるダーケみたいな。誰もいないからピルグリムパンパンにして帰った。いいね、ジョーカーさん。あんた金結構貯め込んでんじゃねえか。じゃあそろそろちょっとエゴサしますか。誰もつぶやいてはいないんだよな。公式も特に何か言ってないよな。We'll
ないんよな。おかしいね。あ、来た。ただ単に人少なかっただけなんかな。シュアの楽しみが減った。ああ、もうリシャールイベント終わったんだ。いやでもシュアはね、鍵あったらうまいぞ。あそこはまあ激戦区になるけども、リゾートは。ガチソパーティーがクソ多いけど、10分近く待つってやばいな。これはさすがに即やられはちょっと回避したいところですね。あは、もう最悪なところ。終わった終わった。いや、いいと思うよ。最近まあそういうの結構みんな豪華になってきてるだろうから、全然ありやと思います。ああ、もうこれ終わったわ。なんでおるん？なんでこんなとこにおるん？ビビるやん。
どうしよっかな。キャンプ誰も来てないのか、これ。ロングで頭抜かれそう。スコットメイン。それはゴールスターナイス。腕ないなった。あれ走ってきてたやつかな、こいつ。多分走ってきてたやつよな。
倒したのか。下さん倒したんだね。じゃあ帰りましょう。海岸べり行くか。たのが間違いだった。はあ、you
ああ、回り込めばよかったかな。失敗したね。あー、くそ、マジくそ。待つんじゃなくて、迎え撃てばよかった。ちょっとやってもうかな、今の。31分か。デキさんから取ったやつやった。やってもうたな。ちょっとダメだったな。足音でもうバレてんだから、出て戦うべきだったな。グレがねえや。あるのに買っちゃった。まあ、ゴルスタ手に入れたし、いっか。で、失礼。19万、ちょっと待って、値段見た瞬間に買ってもうた、やってもうた。20万かけるんだったよ。ちょっとやっちゃったな。しかもこの値段下がってる、やってもうてるやん。ちゃうね、ちゃうね。急げ、時間がない。急げ。あっぶね。
で、君はいらない。君は、君はいらない。これの銃声なかなか好き、俺。フォアグリップが高いんよな、2万6000すんの。弾がない、弾がない、全然弾がない。買いすぎたちょっと待って、買いすぎた、やってもうた。弾買いすぎました、僕。今作ってんのに。あ、しかも出来上がってるし。マッチング長いんだから、もう。で、時間的に最後だな。25が1進んだね。11から12になったね、今日はね。
さっきのはどうやればよかったんやろな。逆に右から回って上を取るべきだったか。なんか待ち伏せてたっぽいよな。それを鑑みるに、あの街はちょっと愚行だったな。かもしくはもう見えた瞬間に ADS せずに撃つっていう選択もありやったよな。なんせこっちが一発も撃ってないっていうところがちょっとダメだな。長いんですけど、あの待つこふやな。頂上の話始まっちゃうじゃんよ。骨折やつ持ってきたっけ？持ってきたな。BP 弾と BT 弾のどっちがいいの？ BT。BT っていうことはあれでしょ？5.56 の39でしょ？ AKK の弾でしょ？若干 BT の方がいいけど、 BT 弾があのトレーサー弾だから、あの栄光弾なのよね。だから銃のその弾が撃った後光るから居場所がバレやすいっていう、まあデメリットはある。ただもう今結構ゴアーマーが普通になってきてるから、そうだからどっから撃ってきてるっていうのがちょんばれだから、うわあ、あこれどうしようかな、キャンプ行こうかな、どうしようかな、どっち行こうかな。キャンプ行こうかな。キャンプでも他にも行ってるやついそうだな、これ。
あれいねえのか。心痛がない。頭打たれて死にそう。シュガーかと思った今。は？天使のゴルスタ。なんかすげえ弾打ってるやつ女。ナイス。シュガーナイス。ここはもう見たのか。ちょっと待って。しゃがみボタンがたまに効かないときあるんやけど。さてさて。なんかすげえ弾打ってたな。敵来たなぁ。足音がわかんねえや。ピストル切るか。スナイパーか。
さあどうやって帰ろう。ちなみにね、BT が栄光弾で、5.56 の納豆弾だったら、856A1 が、トレーサー弾。3連いけっかな。無理かな。よくないわけではないよ。855A1 がまあ貫通力高いし、よく使われてるけど、 855A1 ね、 856A1 が別に悪いっていうわけではないかな。今でもケース相手には全然戦えるし、周りが怖えな。なんかスナイパーすんげえ隠れてそう、超怖えんすけど。カーバッテリー、
このまま帰れれば御の字なんだが、あとね MK M61 とか M62 とか M80 とかあの辺で行くと M62 が確か栄光弾だったはず。ピースかつれはん？よいしょられてんのか。さてさて帰りますか。
もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。というわけで、いいですか、二人に絡まれるとちょっときついな。長くね、帰ってくんの長くね、おめえ。一応こんな感じですかね、今日の最終的なやつ、最終的なやつ。あとシュガーとオールスター、今日はこんな感じで終わっていこうかなと思います。もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。あとはあのコメント欄に URL 貼ってるお嬢の配信楽しみましょう。ということで、お疲れ様でした。バイバーイ。